はい、簡単にできて絶対引っかかるフェイントということで、まあ、こういう言い回しの動画って僕は避けてきたというか、まあ、なんかうさんくさいし、こういう言い方をしてしまうと、例えば絶対抜けるだったりとか、まああくまで僕の中でっていう前提付きで、まあ、簡単にできて絶対に抜けるとかはないけど、まず一歩も絶対に引っかかるっていうところでたった一個だけあるので、そのフェイントをご紹介させていただこうと思います。まずボールを受けれて止まった状態、相手も足を止めた状態でボールに対して軸足を前に持っていきながら同時にここで出す、これをプッシュビハインドの形で相手のこの右足の外側にボールを置きに行く、ですぐ引く、ここの一連の動作も速くだし、ここが出てからのここの引くのも速く、それで行っていてしっかり遠いところ、遠いところまで一回グッと出してから引く、ちっちゃくとどまる、相手の懐までしっかり大きく行って出す、この動作がしっかり相手の右足の外に出た時に、出てこなかった人は本当にいません。これに関してはいない。 100% って自分の中でいいのかという意味で、一旦足出せるっていうことだけ 100% 分かったら、とりあえずここでもうやめて距離取ることは絶対できるし、あわよくばここで抜けるし、足が出ると分かってるから、一番多いのはここで足を出させてる間にそのまま抜く。試合の中で中もケアしながら縦ドリブル来るかもしれないってところで、ここに棒にフッと入るのはこれは思わず出てしまうんだと思います。重心ここから重心こっちに移動する。だいたい踏めない時ってこのままこっちに重心残ってここで使うんで、はい、しっかりここからこっちに行く、こっちに行く、この一連この一連をしっかり早く切れある状態でできるように、ある種僕のその日の調子のバロメーターだったりもするので、それぐらい僕の中では大事にしてる絶対に引っかかる簡単なフェイント。もうディフェンスはどこにいてもいいです。ゴールがどこにある状態でもいいです。ボール自分相手が込める距離でとどまっている状態、ボールに対して軸足をまずグッと出す。この間にボールに膝をグッとかぶせに行く。この動作の中でグッと引く。足裏で引いて出してそのまま踏む。ボールに対して膝が手前。膝をかぶせて引いて出す。踏む。ここに足出さして。引いて引く。もうここの踏んでる時間も極端に短く、ここ極端に短く、これ本当にこのスピード感でできたら、まず相手右足を出さすことには成功するんで、そこからちゃんと自分のイメージとかが間違えることがなければ立てるし、やっぱ足出してくるって分かってるって、結構それがさっき分かってるだけでもこっちが勝つ可能性自体は上がるので、一つ覚えておいてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターの方で質問も募集してますので、フォローしていただいて質問箱から質問の方もどしどし送ってきてください。ご視聴ありがとうございました。